シナイ半島の荒野を歩いています。いや、なんとも味のあるアカシアの木って言ってましたけどね。荒野に生きるアカシアの木です。さえずりが聞こえます。砂漠に住む鳥もいるんですね。あとは砂漠に自生しているなんていう植物なのかわかんないですけど、ススキみたいですね。なんとも幻想的な光景です。いや、美しい。何もないようだけども神秘的に見えますね。荒野で癒されるっていうのもありですね。まだ3月ですから、この荒野を自由に歩けますけども、夏場になると、かなり日差しも強いですし、気温も今よりも15度以上は上がってくるので、現在の気温が25度とか6度なんですけども、湿度が全くないので、風が気持ちいいくらいですね。涼しく感じます。ただ日差しは強いんでね、日焼けはするんですけれども、モーセが荒野で燃える芝を見たという記述が聖書の中にあるんですけど、実際に本当に日本のではちょっとあまり想像できないような地形と地質があって、この荒野の中では天然のガスが地下から出ているところもあるようで、それがこうどういういろいろな要素が絡まって火がついてこう燃え続ける、荒野で火がつくという現象があるそうですね。メタンガスなのか、なんという名称のガスなのかはちょっと忘れたんですけども、荒野の中にこう火がつく、燃える芝という表現も、実際にリアルにあるようですね。まだまだ地球には未知の場所や現象やそういう神秘っていうのがまだまだあるわけですよね。自分のやっぱり持ってる経験則と常識ではなかなかこう測れない、そういう神秘的な環境とか地質とか地形とか現象というのが地球にはまだまだあるので、それになんて言うんですかね、そういったところで肌でやっぱ感じて、自分のこう固まった古い考えというのをどんどん壊していきたいですね。地球にある神秘と雄大さを肌でますます感じてみたくなる、そんな感じです。素晴らしい荒野でした。